高木式 GK メソッド、高木吉成です。いつも、えー、見ていただいてありがとうございますと。昨日、ダーゾーンでですね、とある試合見てた時に、えー、解説の方が、まあゴールキーパー止めた時に、えー、ゴリーパー当たってますね、という、えー、表現をされたんですよね。で、それについて、やっぱ私は現役時代からキーパーが、まあ、当たってるって表現するの大嫌いで、 で、自分がやっぱ止めた時も当たってるって言われるのはすごく嫌だったので、それは結構口に出して言ってたんですけど、未だにそういう表現する解説の方がいるっていうのちょっとびっくりしたので、ちょっとつぶやいてみたんですよね。こんな感じで。で、えー、まあゴールキーパー当たってるっていう解説大嫌いだし、キーパーのこと理解したいんだなと本当思うと。当たってるんじゃなくて止めてるんだよと。そのために練習しているのと。そこだけ絶対にずれんと。で、まずこれに関してすごくあの反響がありました。 ね、よくもあるくも。で、まず、当たってるの意味間違いされてる方もいらっしゃるので、まずそこからいきますね。えー、ゴールキーパーにボールがシュートとかで当たる。当たる。もうそのレベルじゃないんですよね。そもそも。なので、まあちょっとツイッターでね、あの、説明するってすごく難しくて、私のね、語彙力がないなんて書かれてた方もいらっしゃるし、まぁ、あ、そう、もうほんとその通りだと思うので、動画にしてみました。ボールが体に当たるっていうことではなくて、 えー、爆地的当たり外れの当たるって意味で、あの、私は言ってます。なので、それをまず理解していただきたいなと思います。で、次。えっ、ー、と、まあ、今、ダゾーンって、ね、値上げもして、なかなかいい値段じゃないですか。で、そんな中でも、皆さんサッカー好きで、お金を払って、もちろん応援してるチームとか、アウェイ行けなかったりとか、ね、ホームでも行けない人たちが、まあ、見てるわけです。 そしてサッカー好きな人、どこの感じだけどサッカー好きだよっていう人も見てるわけです。で、その中で、えー、まあ、実況や解説の方が、もちろんその方たちもお金もらってるでしょうし、プロの、まあ、話だと思うんですけど、が、ゴールキーパーのそのプレーに対して、当たり外れ、まあ、爆出的な表現されると、そのゴールキーパーが、あ、今日は当たってんだな。今日は外れてんだな。 今日は止めてるんなみたいな表現になっちゃう。すごい嫌だから昔から言ってました。なぜかというと、まあその J リーグ、まあ海外もそうですけど、まあそのピッチに立つには毎日毎日積み上げてきたものがあって、それを披露する場所として認識してもらいたくて、それをなんかあたかも今日は調子いいよね。この今日はダメだよね。みたいな表現を話す人が、その 画面を通して言うと、見てる人は、あ,あ、そうなんだ、今日はこのキーパーいいんだ、みたいな感じにとらわれるのはすごく嫌だから、えー、私はずっと声を大事にして言ってるんですけど、まあ昨日も、まだそんなこと言ってんだと思って、なんなら、ね、今シーズン当たってますからね、みたいな言い方もされてたんで、それはちょっと違うよなと思ったので、えー、動画にしてみました。これはまだまだ日本のゴールキーパーへの理解がトップトップからされてない だなと思いましたし、まあそれを変えていくのも、まあ自分の仕事でもあるかなと思いました。なので、まあ、ツイッターのリプライにはいろんな意見があって面白かったです、正直。あ、自分もそう思いますとか、何言ってんだこいつだっていう人もいたし、あと、これ面白いことに、止めた本人が、今日は俺当たってたぜっていうのは、私は大賛成です。なぜなら、その人は、 自分が積み重ねてきたものをそこで表現できて、それを当たったっていう表現で話すだけなので、そこは全然否定的ではないので、結構そういう方もいました。自分がゴールキーパーやってた時は、今日当たったぜみたいなこと言ってました、みたいな。で、それを全然否定する気はなくて、むしろ肯定します。そんだけ積み上げてきたものを試合出せるってすごいことなので、それは勘違いされないでください。なので、やっぱりね、今後、これから、まだまだシーズンも、ね、 中盤戦、佳境って入ってくる中でゴールキーパーの活躍ってすごくあると思います。その中で、このキーパー、まあもしかしたら本能的に当たってると思っちゃうかもしれないけど、なんで止めれてんだろうとかっていうところに目をやると、まあ必然的に当たってるなんていう表現はできないとな、と思うんですよね。特に今実況解説の方は、勉強、普段ね勉強されてるからこそゴールキーパーのところもね、そういうふうに一言添えてもらえると、 ゴールキーパーへの認識が深まって、えー、日本がゴールキーパー大国になっていく道も少しは太くなっていくんじゃないかなと思います。えー、ちょっと昨日のツイートがあったので、えー、動画を回してみました。以上です。